プロフェスは、プロジェクトフェスティバルを省略し、英語のプロフェスにかけて、日本人が発案した造語。大人数の研究者が集まり、様々なプロジェクトについて、議論をする場を意味する。プロフェスと区別し、英語では、プロフェと表記する。別名スナーフェスとも呼ばれる。2008年5月30日に、神戸理科学研究所システムバイオロジー。 研究チーム合同プログレスミーティング企画会議にて発案された言葉である。当時は合同プログレスミーティングに代わる故障としてプログレスを語り合う祭りの略称として発案されたが、講述するように現在ではプロに様々な意味が付加されており大人数の研究者が集まり様々なプロジェクトについて議論をする場という意味合いが強い。同研究室では 2008年5月に開催されたプログレスミーティングを第4回プロフェスとしているが、実際にプロフェスという表現が考案されたのは、その回の反省会が行われた同年5月30日であり、参加者にプロフェスという故障が定着したのは、2008年12月に予定されている第5回プロフェスからとなる。ありがとうございます。